へえ、小さい頃から頑張り屋さんだったんだね。陽子、宿題進んでる？まあまあ。何それ？読書感想文の本、お姉ちゃんがこれにしろって。お母さんもテレサさん尊敬してるの。この方、世界平和のためにまず家族を大切にしなさいっておっしゃったの。ねえ、そういえばうちの親戚とかご先祖で偉い人とかっていたりしないの？そうね、いたらサインでももらってるわね。だよね。直樹さん、あさって官房長官とゴルフなのにね。うん、私一人で買い物でも行こうかしら。あー、ごめん、言うの忘れた。今日お袋から連絡あってさ、君にあさっての昼うちへ来てほしいって。あさって私に？うん、きっと今度の法事のことじゃないかな。法事があるの？ああ、悪いけどうちのこと手伝ってくれないかな。もちろん、私ももう吉川家の一員ですもの。できた。お待ち。ありがとう。ちょっとちょっと、これ見てよ。じゃーん、我が家の二世帯住宅デザイン。これお父さんが自分で描いたんだ。最近何かやってるなと思ってたのよ。これだったの。うん、やっぱり玄関二つだよな。うん、うちの一階の方のリビングは真紀子たちも遊びに来やすいように広めに撮ってたな。まだわからないけどな。お姉ちゃんが本当にうちで二世帯するかどうか。あちらのご両親もいいっておっしゃってくれたわよね、お父さん。うん、嫁さんの実家での同居快く了承してくれたよ。あ、見えて意外と話の分かる人たちだ。そうかな。私にはそうは見えなかったけど。どうして？あ、なんでもない。あら、また住宅会社お探しですか？俺たちの次の住処になるうちを建てるわけだからね、じっくり吟味しないとな。私の希望は必ず通してくださいね。お台所は真紀子さんとも立てるように広めに。うちの味を徹底的に覚えてもらわないと困りますからね。それから、分かった分かった分かった。お前、真紀子さんのことになるとどうも向きになるな。あなたはあの女の本性分かってないからよ。今度の法事では吉川家の嫁としてきちんと勤め上げてもらいます。課長、例の会計資料です。うん、ご苦労。お疲れのようですね。寝不足ですか？実は昨夜ね、女房の愚痴に付き合わされて2時間しか寝てないんだよ。課長のところ奥さんとお仕事さんの仲悪いからな。板挟みか。課長、ストレスの吐き口だな。真紀子先輩のところは吉川さんのお母様に本当の娘みたいに可愛がってもらってるんですよね。さすが吉川さん、いい奥さんだな。それ本当かしら？あなた結婚したら仕事は辞めるつもりだったはずよ。あなたみたいな人に理解があるなんて、よほどのお姑さんなのね。先輩、私のことはいくら言われても我慢できますけど、吉川の母のことは悪くおっしゃらないでください。悪くなんて言ってないわ。憶測を言ったまでのことよ。吉川の両親は家柄は固いのに心は柔軟な方々です。誰かみたいに仕事だけの頭ガチガチじゃありません。誰かってあなたね。まあ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 、まあ、二人とも穏便に穏便にね、平穏に行こう平穏に行こうね。なんで私はここでもこんなこと。今月の恋愛最悪。私も全然いけてね。陽子はもう見た？興味ない。それより宿題。陽子、羊座でしょ？お、羊座ね。うわ、やばくね？秘密の恋叶うだって。やばい、きっと岡本陸のことだよ。ねえ、僕のも見て。乙女座。どうなったの岡本陸とは？どうって。大丈夫陽子、
絶対なんかあったっしょ。なんもないよ、全然なんもない。乙女座、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 乙女座。冷たいものでもどうぞ。 ありがとうございます。いただきます。やっぱり女の子がうちにいるといいわね。私まで若返った気がするものいつもお綺麗ですね、陽子ママ。そう、ありがとうはい、陽子パパと陽子ママっていつどこで出会ったんですか？当時おじさんは大学生のバイト、おばさんは大手出版社の社長令嬢、そんであの月刊文芸未来って、あの文芸未来社の、すげー、プロポーズされたの。出会ったその日に、その日に、あなたのためなら僕は死んでもいいって言ってくれたの。もし一緒になれないんなら自分その覚悟ありますって。うざくなかったんですか？ちっとも。ああ、この人本気なんだわって気持ちが伝わってきたから。ああ見えてもお父さんハート泥棒だったのよ。それで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 ね、初めてのデートの日、お父さんたらすっごく緊張して上がりすぎて街中で倒れちゃったの。そしたら見物人がどんどん集まってきて鼻血が止まらなくて、五郎さん五郎さんってね、体さすったの。そしたらね、五郎さん目をパチッと開けて、法事？うん。あらま、吉川さんの家のならみんなで行かないとな。ねえ、法事って何？そうか、よくな、法事行ったことなかったか、うん、法事ってのは亡くなった人の冥福を祈ってこの世に残されたものが供養することなんだよ。うん。それでお日にちはいつ？今度の土曜。土曜ってすぐじゃないか。あちらも日程相談してくださればよかったのに。こっちの都合はどうにでもなると思ってんのよ。そういう家よ。まあまあまあ、今からちゃんとお付き合いしといた方が、うちが二世帯になった時いろいろ都合はいいんじゃないか。熊子、明日吉川の家集合。なんで吉川さん家に？法事の準備よ。私夏休みの宿題が。宿題なんか隣のジャンボにやらせな。こんな光栄なチャンスめったにないのよ。光栄って、私が結婚したおかげであんた吉川家のイベントに参加できるの。しかも準備まで手伝えるの。わかったよ、行くよ。行きますよ。ああほんとめんどくさ。死んだ赤の他人のばあさんのために、大事な土曜がパー。赤の他人ってお姉ちゃんが嫁に行ったお家でしょ。私の方がよっぽど赤の他人だよ。ああ、お母さんのおじいちゃんとおばあちゃんには死ぬ前に一度は会ってみたかったけど。私はあるわよ、20年前だけど。マジ？五郎と結婚したせいで感動されてたママとおじいちゃまを仲直りさせたのはこの私よ。可愛い孫の私を見て親子喧嘩ってバカらしいって思われたんですって。そうなんだ。あんたそんなことばかりに興味があるから宿題ができないのよ。いい？明日1時遅れないでよ。その後、吉川家の法事をきっかけに驚くべき我が家の秘密を知ることになるとは、この時妹はまだ夢にも思いませんでした。この番組はスバル、サントリー、ニベアとご覧のスポンサーの提供でお送りします。それから会食は、横溝屋の手まり寿司懐石弁当がいいと思うんだけど、よっさんはそうね。そうだな、まあ一人当たり1万円程度のお弁当にしなさい。わかりました。1万円お小遣い2ヶ月分あとはお寺さんへのご挨拶と親戚が宿泊するホテルの手配など。牧子さん、その他のお支度はこちらに書いておきましたからね。それからこれはご列席の方の名簿、これは4年前の三回忌の時のお写真。今年は七回忌だからね、まあそれでも吉川家本家として、まあ、亡き母にね恥ずかしくない供養をしてやらんとな。わかりました。ご挨拶に、宿泊の手配にしかし嬉しいね、陽子ちゃんまでが我が家の法事の手伝いをしてくれるなんて。陽子ちゃん、お姉様にご愛
誘われたんじゃなくって。嫌ですわお母様。この子夏休みで暇を持て余してて、どうしてもお手伝いをしたいって聞かないものですから。ねえ陽子。はい。今度の法要はね、私の姉美恵子が金沢から上京してくるそうだ。美恵子お姉さまは金沢の名門英州女学院の理事長をなさってるのよ。お姉さまはね、事故に遭って足を悪くされて最近も入院なさってたの。だから直樹の披露宴にもお招きできなくって。本来なら真紀子さんたちに金沢まで結婚のご報告に行ってもらいたかったんだけれど。仕方がないだろう、直樹はアフリカ行ってたんだから。真紀子さんだけでもご挨拶に伺えたんじゃなくって。それなのにどうしてもお仕事で無理だって。私国のために責任のある仕事をしておりますので。吉川家の嫁だって責任のある仕事ですよ。特に美恵子お姉さまは礼儀に大変厳しいお方なの。失礼のないようにしてちょうだい。まあ姉さんのことはその辺でいいだろう。そろそろお茶にしないか。はい、ただいま。あったまくる。誰がね、二世帯住宅で住むかっつうの。熊子、水ちょうだい。はいはい、ただいま。はい。熊子、ここに書いてあることは全部やっといて。は？あんたが嫁いだらいずれ通る道よ。それを今から体験できるの。社会勉強させてあげるのよ。あげるのよって。それからこっち、直樹さんの親戚一同、こいつらの年齢、職業、趣味、家族構成ほか、当日までに探っといて。なんで？いいから。でもどうやって？んなもん自分で考えな。おお、いつこうなんだからな。うっす。ちょっと。ん？今日は熊子って呼ばないんだね。ああ、忘れてた。そんなの忘れる？あんた今日変だよ。どっか悪いの？別に。あのさ。何？やっぱいい。じゃあな。ん？二世帯にしろって？親父が？うん。あなたが海外赴任に行っても私だけ残って孫のしつけしろって。孫って、親父たち気が早いな。私、直樹さんがいない生活なんて考えられないわ。それにいつも精一杯明るく振る舞ってるけど、うちの父。何？心配かけるから直樹さんには黙っているようにって言われてたんだけど、実は体が弱くて20年前から恐ろしい持病があるの。うわー、まだ水虫治んないんだ。ああ、20年ものだからね、なかなか頑固なやつなんだよ。こいつね、早くくたばれた。お父さんが。そうなんだ、ごめん、何も知らないで。私いざって時に不安で、だからなるべく中田の家に近い場所で住めたらって。分かった、マキちゃんやお父さんにいい方向でこれからちゃんと考えよう。よろしくお願いします。うん。今度吉川家の法要でお世話になります。よろしくお願いします。
手まり寿司懐石弁当30個お願いします。はい、私の名前は中田陽子ですけど、注文は吉川真紀子の名前で。え？あ、いえ、全然いたずらとかじゃなくて、これはちゃんとした訳ありで。3000円の洗剤セット12個、はい、送信。よーし、終わった。これが松山さんで、あーもうちっちゃ。なんで私がこんなこと。陽子、それも宿題？まあね、変わった先生がいるのね。鬼のような先生なの。もしもし、もしもし？何？話したいことって。あなた、リクからまだ何も聞いてないの？うん。リク、転校しちゃうかも。え？お父さんが転勤で東京離れるって。リクにも高校卒業までは一緒に来いって言ってるみたい。でも嫌ならリクママと一緒にこっちに残ってもいいって。だからリク今すごく悩んでる。チカちゃん、なんでそんなこと私に。私が頼んでもあいつ残らないと思う。でもあなたが行くなって言ったら、あいつ お前名前まで変わってんだな、クマコ。あ、陽子ちゃん、おかえり。お邪魔してるわ。うん、おじさま、おばさま、何のご用で。失礼よ、陽子。今度法事のご挨拶に来てくださったね。いや、本当に申し訳ありませんでした。何回かかしてる間にね、ついついご挨拶が遅くなってしまって。いいんですよ、お気遣いありがとうございます。例の二世帯住宅の件ですが、そろそろ進めていこうかと思っておりまして、まあ今日はね、その件も含めてお話できればと。それは重ね重ねありがとうございます。まあ予算のことなんですがね、若い2人の公務員の発給から出させるわけにもいきませんので、まあ全面的に私が面倒を見るつもりでおります。いやいや、そりゃ申し訳ございません。そんなそちら様にお出しいただくわけにはいきませんわ。いいえ、私たちそれは親の務めだと思っておりますの。だってそれぐらいのことしかできませんものね。まあまあね、こんな日が来ることを考えて、まあ蓄えもぐらいは。1000万？いやいや、もう一桁。1億って そんなに。いや、設計業者の方はね、今当たっておりまして。ああ、それでした。ね、パースパースと確かこの前に、おお、あったあったあった。いやー、恥ずかしながら、どうぞご覧ください。あ、ごめんなさい、陽子、お風呂止めてきて。これは二世帯の設計図です。私が書きました。いやいや、お気持ちは嬉しいですが、これいささか小さすぎますな。いや、私たちが住むんです。小さくても構いません。私たちが住むって、え、何か誤解されてるんじゃないんですか。
二世帯は宅でと思っておりますが。いやいや、そ、まさか。いや、二世帯はうちとの話じゃん。すっかりそのつもりで。いやいや、こちらでの同居など代々続いた吉川家の跡取りを養子に出すような真似ができるとお思いですか。養子だなんてそんなことは思ってませんよ。永田さんね、うちは先祖代々続いた土地の上に最高の上物をと考えておるんですよ。大変失礼ですが、この場所で予算はいかほどお考えでしょうか。 いかほどでもいいでしょう。こう言っちゃなんですが、お宅が建てるよりもうちは何倍かのものが望めるんですよ。真紀子さんにも決して不自由はさせませんわ。お金の問題じゃありません。あの、こういう話はもうその辺で、このことはお互いもう少し頭を冷やして考えませんか。それにいくらここで私たちが話したとしても結局は直樹さんと真紀子が決めることですから。さっきはみっともないとこ見せたな、陽子。それほどでも。お母さんといいダブルス組んでた。そうだよな、春子さんいつも何があっても絶対に動じないもんな。よくこんなしがない安月給のお父さんを選んでくれたよ。ねえ、ん、そういえばお母さんのお家ってどんなだったの。結構セレブだったって噂だけど。そうか、そろそろ話してもいいかな。お父さんが結婚の申し込みに行った時驚いたぞ。迷子になるかと思うような広い敷地だね。日本庭園の池には300匹も鯉が泳いでるようなお屋敷だった。へえ。あの女、春子さんのお父さんに許してもらえるわけなくてさ、だから二人は一緒に逃げたんだ。駆け落ちしたの。春子さんは家も親も財産も捨てて五郎さんお父さんについてきてくれたんだ。25年前、春子さん、あの時二人は若かった。ほとばしる情熱の赴くまま夢中で町を飛び出していたんだ。ま、マジっすか。あの時お父さんは春子さんを一生大切にしようって決めたんだ。それからあの人は宝物になった。春子さんがおばあちゃんになった時、お父さんと一緒になってよかったって心から言ってもらいたいんだ。そのためならお父さん何があっても死ぬまで頑張って働くつもりだよ。駆け落ち、情熱か。あなたが行くなって言ったら、あいつ そしていよいよ法事の日を迎えました。永田さん、今日は亡き母の法要にわざわざすいませんが。いえいえ、とんでもございません。慎んでご供養させていただきます。直樹さん、もうそろそろ三重子おば様がいらっしゃる頃よね。そうだね、うん、失礼いたします。お姉ちゃん、お手伝いできることがあったら言ってね。それから何があっても微笑み返しでね。大丈夫よママ。失礼します。失礼します。あ、姉さん、お元気そうで。
遠路はるばるお疲れ様でございます。あれが三重子叔母様ですか？そうだよ、うちの親父の姉。お姉さん。叔母さんの亡くなった旦那さんが編集者の創始者なんだ。それから手広く事業を広げて今は学校の経営者。10年前事故に遭ったんだ。医者からはリハビリすれば治る可能性ありって言われてるんだけど、おっかなく見えて根はすごくいい人なんだ。さあさあ姉さんこちらへ。おばさん久しぶりです。なかなかお見舞いに行けなくてすいません。まあ直樹すっかり立派になったこと。どこなの直樹、あなたのお嫁さん。紹介します、マキちゃん。はじめまして、マキ子と申します。あなたが直樹の？はい。写真で見るよりずっと厚化粧ね。こちらはマキちゃんの妹の陽子ちゃん。陽子です。どうぞよろしくお願いします。まあかわいい小学生。高一です。カツオ、はい、始めましょうか。はい、さあさあどうぞ。皆さんこちらへ。何なの、金持ちか何だか知らねえけど偉そうなババ。まあまあまあ。ハゲの人が松山さんで、太ったほくろの人が竹下さんで。こら陽子、何してんの。マキ子さん、親戚の皆様のご接待をお願い。直樹の、いいえ、吉川家の名に恥じないおもてなしを心がけて。はい、お母様。分かってると思いますけれど、三重子姉様には細心の注意を払ってちょうだい。絶対に怒らせたり失礼したりしないように。ええ、お母様の顔には泥を塗らないようにいたしますわ。失礼します。大丈夫だろう、マキ子さんなら。ほら、走っちゃダメ。お部屋走っちゃダメって言ったでしょ。下負けだけに言わないで。あんたが出せたんすと。熊子、行くわよ。いやー、直樹の嫁さんがこんな別品とはのう。松山さん、直樹さんのお父さんの妹さんの旦那さん、60歳高血圧で倒れたことあり。松山のおじさま、醤油のつけすぎはダメですよ。高血圧は塩分の取りすぎが命取りですから。いやー、わしはしょっぱいものが大好きでな、少しだと物足りない気がしてな。我が国の死亡原因は1位がん、2位心臓病、3位脳卒中。その中でも心臓病と脳卒中は高血圧が最も重要な危険因子だと言われています。その自覚症状が出た時にはすでに生死に関わる病気が進行中だったり、突然合併症が発症することも。お気をつけください。いやー、ようできた嫁さんじゃ。早速説教を食らいました。あのクラマ参ってた参ってたや。おしっかり者の美人の嫁さんじゃろう。竹
下さん、直樹さんのお父さんの弟さんの奥さんのお姉さん、オペラ付き、子供が受験生のためストレス太り。よし。はじめまして、竹下のおば様。オペラが趣味でいらっしゃるとか。あら、そうなのよ。でもね、なんか見る機会がなくてね。今度政府主催のイタリアオペラがあるんです。よろしかったらチケットお送りしますわ。まあ、あのプレミアチケット、手を尽くしたけど取れなかったのよ。嬉しいわ、ありがとう。坊ちゃんの縁談が決まった梅村さん。梅村さんの気をつけよ坊ちゃま、ご縁談がまとまったんですってね。ああ、お祝い何がよろしいでしょうか。いや、本当にお気持ちだけで。さやこお嬢様素晴らしいですわ。あんな偏差値の高い学校に合格されたなんて。ブログ拝見しましたわ。お庭に住み着いた猫5匹も可愛い子猫ちゃん産んだんですってね。そう、全部にもらえて私が1日で。ほら見なさい、マキコさんちゃんとやってくれてるじゃないか。いや、絶対いいから信じるだけ言わないよ。どうぞ。頼んでないわ。僭越ながらそろそろお薬の時間かと。失礼します。あ、私にジュースもう一本お願いね。はい、ただいま。おじさん、そろそろ空港に行かないと飛行機に乗り遅れてる。僕が駅まで送ってくよ。悪いな。いやいや、あ、そうか、すまんな。はい、気をつけるよ。はい、じゃあ行ってきます。あ、うざすぎ。手まりずしの一つも食べられやしない。しかもあの親父衆。熊子、なんとかして。し、聞こえるってば。失礼します。お待ちなさい。ほどけてますよ。ありがとうございます。大賛成ですよ私。マキコさん、ちょっとあなたって要領のいい方ね。親戚一同の目はごまかせても私の目はごまかせませんよ。あら、何のことでしょう。私はお母様に言われた通りおもてなしをしているだけですわ。あなた、ご実家で二世帯住宅を建てようと思ってるみたいだけど、こんなことで一族に認められると思ったら大間違いよ。それでしたら、実はお母様、その方が良いと直樹さんが言ってくれたんです。まさかあの子がそんなこと言うはずないわ。里見、何やってんだ。主人の意見に逆らうことはできませんわ。何事も夫を立てて支えるのが嫁の務めですから。あなた、直樹をそそのかしたのね。里見さん、お下がりなさい。お姉様。いいからお下がりなさい。はい。真紀子さん。はい。私先ほどからずっとあなたのこと拝見してましたの。あなた随分と賢くしっかりしたお嬢様でいらっしゃるのね。恐れ入ります、美恵子おば様。本当に驚いたわ。直樹は恐ろしく面の皮の厚い嫁をもらったものね。あなたがこの吉川家に嫁いだ真の狙いは何かしら。やっぱり一番の目的はこの家の資産でしょ。なあおば様、ま、吉川家の資産には私全く興味がありませんわ。嘘おっしゃい、地獄で舌を抜かれますよ。本当です。だってこちらの資産どれもこれも大したことございませんもの。
山手にある吉川家の524坪の土地、今は開発地区候補になっていますが、今度の区長選でもし区長が変わればただの荒れ地に。元町のマンションの家賃収入は居住者の回転率が悪く、設備費がかさみ収支のバランスが取れていません。もう少し家賃を上げた方がお父様たちが老後になった時に苦しむでしょう。あ、そうそう、お父様といえばお持ちになってる株券にはあまり銘柄選びのご性質が、資産運用に関してはまだまだ素人、ただのお小遣い稼ぎに過ぎませんわ。見上げたもんね、あなた。私が思った以上の玉ね。どうしたらこんな娘が育つのか、親の顔が見てみたいもんね。春子さん、ご挨拶が遅くなりました。私が牧子の母、中田春子でございます。亡きお母様の前でお騒がせいたします。牧子は小さい頃から芯が強く、おかげさまであのようにまっすぐに育ちました。お望みになられたその親の顔、ゆっくりじっくりお目に焼き付けてくださいませ。ヨコちゃん、どうしたの？直樹さん、呆れた。子が子なら親も親ね。いけしゃしゃと、よくも出てこられたものね。はあ、あなた、もしや野々宮様？ええ、野々宮は私の旧姓です。じゃあやっぱり春子お嬢様。はい。あ、春子様。ああ、主人にとってとってもとっても大切なお方のお嬢様なのですよ。ママ、ナイス。40年前、主人は未来社から独立して永州社を立ち上げました。そこで、わずかな資金で事業を始めた私たちに快くお金を用立ててくださり、その後もお優しいお力添えをいただいたのが当時の未来社の社長、亡くなられた春子様のお父様、野々宮大吾様なのです。三重子おばちゃんとお会いしたのはもうずいぶん昔ですわ。お懐かしいですわ。先ほどは私や家の者たちが大変ご無礼いたしました。いいえ、お気になさらないで。おばちゃん、パパったら亡くなる直前まで久留美沢のおじちゃんたちのこと心配してましたわ。まあ、ありがたいお言葉、もったいのうございます。その時妹は
あの恐るべき姉の DNA はこの母から完璧に受け継がれたものだと。本当に怖いのは姉ではなく母の方かもしれないと。その明かされた過去にただただ呆然とするばかりでした。そして問題だった二世帯住宅の結末は。課長、先祖代々のこの家この土地をお前の勝手にしてはなりません。改築などとはもってのほかあるまじき行為です。第一、この家と土地の名義は私のものになってるんですよ。お前には指一本触らせませんからね。お姉様の名義、あなた。マキコさん。はい。私が春子様と再び会うことができ、またこうして元気な姿に戻れたのは全てあなたのおかげですよ。困ったことがあったらいつでも私を頼りなさい。ありがとうございます、美恵子おば様。直樹。はい。あなたはこの家にはもったいないぐらいのいいお嫁さんをもらったわね。これで吉川家も未来永劫安泰よ。おばさん、ありがとう。こうして美恵子おばさんの鶴の一声で吉川家に二世帯住宅が建つ話はなくなりました。そしておばさんが歩けるようになったことをきっかけに、姉はまた正義の味方として直樹さんの親族にもその名を知らしめたのです。ですが妹はこの時初めてあることに気づきました。それは。今日の春子さんすごかったよ。おかげでこんな風に真彦の家族とも和めるようになるかもな。お姉ちゃんの家族、あれ、ねえ、もしかして見せたいってことはお姉ちゃんが家に戻ってくるってこと？おいおい陽子、今さら何言ってんだよ。そうよ、また昔みたいになって楽しいわよ。なんで楽しくなんかないよ全然。おいおい。やっぱマジ笑えるよな。相変わらずすげえなお前の姉ちゃん。もう笑い事じゃないんだってば。もしうちに二世帯のお家建ってお姉ちゃん戻ってきたらヤバすぎ。そうかな。そうだよ、絶対また召使いみたいにこき使われるに決まってんじゃん。あるよ抜けられる方法。え、お前も結婚すれば家抜けられんじゃん。ああだろ。なんだそうだよね。そっかそっか、結婚か。ところでさ、あんたの話って何？話っていうかお前こそ何？私？元気とかメールなんか。ああ、あれは。でもあなたが行くなって言ったら、あいつ。あんたが元気ないなって思ったの。この前も何か言おうとしてやめちゃうし。人生って自分の思い通りにはいかないもんだなって思ってさ。そしたらちょっとだけお前の顔見たくなってさ。え？俺さ、俺本当は
妹はこの時初めて姉のこと以外で心臓が激しく波打つものだと知りました。